着いた。これはすごいぞ。巨大なる腕より震われるを全てを打ち消すことで得られる破壊と防御の先行。何者にも打ち破れぬ強固な防御力を誇る動く城塞、その名を神々の砦という。すごいじゃん、かっこいい、かっこいいの来た。読めるのそこだけ。さあ、神々の砦といえば、来たー。こいつはまさかまだ遺跡に眠っているのがいたのかよ。千年前に8体作られたという力の象徴の一つ。そうだよ、魔族との戦いに用いられた巨大な人型兵器、ゴーレムだ。でもどうするんだい、オイラたちにはこんなデカ物扱いこないよ。そいつは分かってる、分かっているんだが、なんとかこいつの力を俺たちのものにすることができたら、魔族と戦うのに強力な武器となる。再び戦いのためにこの子を目覚めさせようというのですか。ゴーレムは戦うためだけに必要とされているのですか。それだけなのですか。剣は敵を切るために、槍は敵を突くために作られる。優しさはこの世界にとって貴重なものだ。だけどこんな世界ゆえに、半端な優しさは甘さになりかねないんだ。ごめんなさい、でもあの博士の力を借りようぜ。変わり者だけど頼りにはなりそうだ。アーデルハイトの M 博士だね。すごい、すごいね。いやー、あ、これ手動ね、自力で戻れた。どうしようかな、エスケープあるけどそれ使っちゃおうかな。うん、ちょっと間にはまってみたというわけで、アーデルハイトの M 博士。あー、そう、資格あるからやっぱ戻っちゃおうか。使っちゃおう、使っちゃおう。エスケープ。よし。アーデルハイドに戻りましょう。すごい発見だぞ。いっぺんにやる気がなくなっちゃったって言ってたもんねこれやる気取り戻してくれるかな、今博士。さて、さっき撮ってたんですけど、また黒くなっちゃったので撮り直しでます。忘れてたさあ、 M 博士、ん、石の奥で封印されているゴーレムを発見したって本当なの。ここのところふぬけていたけど、この私を連れて行って損はないよ。ついてるね、お客さん。そして私、大丈夫大丈夫、リリティアを調査した時の経験があるから、お姉さんきっと役に立てると思うぞ。なんか私が一方的にまとめてる気がするけど、仕方がないよね。私ってほら、足切れるタイプでしょ。差し詰めファルガイア防衛隊の隊長って感じか。悪くないわね。それじゃあ隊員の諸君、早速出発するわよ。いざ行こう、まだ見ぬゴーレムのために。あ、入ってきたすごい一方的だけど、行ってくるね。ちょっとだ、連れてくわ博士マジで。さあ行こう行こう。すごい、でも一気にやる気取り戻したな、エマさん。手動か、勝手に行かないのか。近いからいいけど、近いなー。巨人のよりかご。30代30代のうちにまた拝めるなんて思いもよらなかった。
大したもんだわ君たち。よっぽど古代文明に縁があるのね。そしてこの私も偉いぞ。結局自分が偉いと。早速調べてみるわ。ネズミくん手伝いなさい。君が一番女子向きの顔をしているわ。うわー勝手だな。やってる。確かにネズミくん便利だな。とりあえず今までの調査で分かったことを簡単にまとめてみたわ。まず名前はアースガルズ。古代語で神々の砦を意味しているわ。両腕のバリア装置が名前の由来みたいね。次に遺跡の保存状態が良かったためこのゴーレムは停止しているだけで生きているということ。リリディアと違って機能しているのよこのゴーレム。アースガルズはゆりかごの中で眠っているに過ぎないのね。そして最後の一つ、いろいろ試してみたけどアースガルズは目覚めないということね。大丈夫大丈夫、この私にかかればできないことなんてないわ。それにこんなところでもたついてる暇は私にはないんですね。さあもう一度再起動に取り掛かるわよ。ネズミくんアシスタントよろしく。やってるやってる。どうして目覚めようとしないの？そうね、そうよね。ここで目を覚ましてもまた争いに満ちた悲しい世界。千年前と何も変わっていないものね。それに今の人間たちもあなたのことを戦いの道具としか見てくれないしね。私も他の人とはちょっと違う家に生まれてしまったの。そのおかげでみんなは私を大事にしてくれる。でも本当に大事なのは私ではなくて私の名前や身分なのよ。誰でもいいの。そう、私でなくても。みんなは私を公女と見ているの。そして私自身も理想の公女を演じているのかもしれない。私は誰からも愛されていないの。みんなが必要としているのは使命を果たした公女の私なの。ごめんなさい、こんなこと聞かされても嫌な気分になるだけよね。でもなんだかあなたになら分かってもらえる、そんな気がしたの。あなただって兵器なんかに生まれてきたくなかったでしょ。あなた私の言葉が聞こえるの？いけない、みんなが気づいてここにやってくるわ。今の世界は魔族と争う戦いの世界。目覚めたと知ればみんなはまたあなたを兵器として扱うわ。このまま眠っていてあなたを戦う機会にしたくないの。平和がやってくるまで眠っていて。でも私の声だけでなく小さく息吹く生命の声も聞こえるなら、戦火の向こうに悲しむ人々が見えるのなら、その時はあなたの意志で目覚めて。すごい。そんな、どうして今になって起動するの？ね、どうやったらアースガルズが目覚めたのよ。
何の反応も示さなかったのに、なぜ？私は何もしていません。ただ少しお話をしていただけ。目覚めたのはきっとこの子の意思です。誰でもない自分自身の心で動き出すことを願ったからです。理屈なんてどうでもいいぜ。何せよ力が手に入ったんだ。対魔族用に作られた古代文明の超兵器がな。これで奴らに一泡吹かせられるぜ。いいえ違います。この子は兵器なんかじゃありません。自分の意思で戦うことを決意した私たちの仲間です。目を合わせられず、ほら、アースガルズもそう言っているわよ。姫様の声に反応した。音声パターンが記憶されたのね。本当に静かに眠れる日が来るために、戦う機会がなくなるために、その大きな手を私に貸してほしいの。平和な世界が訪れるその時まで。降りてきたっけ。お、来た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 。ああ、すがるず来た。やばいね。おお、来た来た来た。すごい。アースガルズに乗るには接触して決定ボタンを押せば OK。 なんかやだな、この現実的な話。乗っている時に取り消しボタンを押すとその場で降りることができるわ。このくらい巨大だと海の浅瀬ぐらい平気で渡れそうだわ。でも巨体ゆえに森には入れないみたいね。両腕に取り付けられたバリア装置の効果で移動中に敵を寄せつけないのも特徴ね。あー嬉しい、これ船乗ってても合うしな。アースガルズはね、合わないで移動できると。よし、でも出力不足からそれ以上の効果が望めないのが残念ね。バリア装置を強化させたいんだけど。防御メインで作られたゴーレムだから戦闘には向いてないけれど、うまく使えば行動範囲が広がるわ。そう、防御メインなんですよね、アースガルズは。さて、そろそろ私はアーデルハイドに帰らせてもらうわよ。アースガルズの調査と研究でいろいろと面白いことが分かったから、早速試してみたいことがあるのよ。うまくいけばエマモーターのパワーアップに応用できそうだからね。あー、乗ってちゃった。あー、おいおいおい。船ー。あ、戻ってきた。パシリかよ、バーソロミア。さてさて、というわけでアースガルズ仲間に入りました。やったー、嬉しい、マジで。来た！歩けるんだよー。やばくないですか？ゴーレム歩けるんですよ。操作できんですよ。やばすぎるな。うるさい。いやー、これ楽しい。で、ここも渡れるようになると。あとで、こっち行くと、あっちだけど、下行けそうだよね。もうこれ超好きなんですよ。ほんと、アースガルズで行くのが。楽しい。で、キャラバンだ。これはキャラバンだっけ？ちょっと、あー、アクセサリー系売ってるんだね。ムーンストーン持ってる、これも持ってる、盾ごと持ってる、一応一個ずつあるのか。これはでも装備中か。デジャブなんだっけ。そう、こんなんか。これは大事かもしれん。で、もエンジェルフェザー、サングラス、あ、一応持ってるさ、一個ずつ持ってるのか。ちょっと必要な時にこう買い足せるって感じか。大事かも、見とこう。はっ、いやー嬉しい。やっぱ船とか飛行艇とかよくあるけど、ゴーレムってなくないですか。やばい
で出た。見ちゃった。一見手を出すのは雪原のモンスターは君の手に余るかもしれない。そう、ここの雪原のモンスター確かちょっと強めなんですよね、確か。もうちょっとまだ降りてふらふら歩けないんだけど、ここ見えない。いや、雪の地ですよ。ついにここまで来ましたね。特に重いね。特定重要遺跡フォトスフィア、発掘作業中にて関係者以外立ち入り禁止、アークティカ国。フォトスフィア、あ、あれだ、バリア張ってたとこですね、ここ。アースガールズのパワーでもびくともしない強力なバリアが張り巡らされている。そっか、まだびくともしないか。ダメだね。これが多分フォトスフィアですね。でれれ、そう、乗り換えてないか、ちょっとこう端っこを歩いてみようか。あと下にまた渡る感じか。全然もないね。でも雪原、あ、終わった、過ぎちゃったけど、あーで、町があるよ。これはここだけかな。あ、で、ここにもなんかありそうだなって感じか。 OKOKOK。 とりあえずじゃあこの町に入ってみよう。もうびっくりしたね、いきなりゴーレムと共に現れるなんて。というわけで、ここはコートセイム。さてさて、普通の村って感じだけど、ここはコートセイム。みなしごたちとモンスターに追われた人々の村なのさ。どこだ。ちょっとね、さっきここで暗くなって止まっちゃったから一回セーブさせてください。村回っていこう。どうやって回るのかな。ここ教会か。あ、教会だけど子供たちが多い。ジェシカお姉ちゃんはとても綺麗で優しいお姉ちゃん。ジェンお姉ちゃんは喧嘩が強いけど一番優しいお姉ちゃん。ほう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 。ジェシカは綺麗と思う。ビクさん、私たちが毎日パンを食べられるのはジェンお姉ちゃんがお金を稼いできてくれるからなの。でもお姉ちゃんがどんなお仕事をしているのか私たちには教えてくれないの。言えねえ言えねえ。バレちゃいそうだけど。親瓶は僕たちの親瓶なんだ。だから偉いんだぞ。僕も親瓶みたいに強くなりたいんだ。親瓶。僕たちは親瓶のことを親瓶と呼んでいるんだ。ジェンお姉ちゃんなんて今更恥ずかしくて呼べないよ。親瓶って呼ばれてる。指輪の秘密。左手に装備する数々の指輪は武器での攻撃にそれぞれの属性を与えてくれる便利なものです。あ、そういうのあったね。魔法の中にも指輪の影響を受けるものがあります。例えば特定の属性効果を。あ、子供たちの落書きのせいでここから先の部分がさっぱり読めない。ワンコ、なんだ、親瓶が帰ってきたと思っちゃったよ。ごめんね。あ、間違えた。えい。なんだか体中がムズムズしてイライラするぜ。クソ、自分の体じゃないみたいだ。ムズムズしてる。で育った子供たちは新しくやってきたみなしごたちのために働き始めるの。みんなも自分たちみたいな寂しい思いをさせたくないからなのよ。あ、もうそういう村なんだね。ねえ、すごい偉いね、みんなね。あそこだ。魔力アップル。
器も高そう。あ、武器じゃなかった。これだ、さっき言ってたリングですね。属性効果を付与できるってやつですね。これはなんか一個も多分持ってないけど、いつか必要になるかなって感じかな。子供同士でも助け合って生きていけるのよ。ほんと子供多いね。僕たち兄弟もこの村で育った孤児なのです。ああそうなんだ。どうなってんだ村。あ、こういう感じか。でこっち見てないもんね。この間でっけえ屋敷から出てきたべっぴんさん、あ、足の綺麗な人だったな。べっぴんさんっていうから、多分あっちかな。この村の子供たちを見ていると、荒れ果てた大地に再び緑が息づく。そんな気さえしてくるのです。確かにこう希望って感じするね。はい。子供たちに喜ばれるのは、かっこいいナイトがモンスターをやっつける痛快な死です。ゆっくりしていってください。けなんだかここは神器臭いところだぜ。あ、旅人か。あったクレストグラフ、よしよしよし。この村にやってきたマックスウェルさんは資材を投げ打って恵まれない子供たちの世話をしてきたのよ。マックスウェルさん、もうバレバレだわジェーンお姉ちゃんとか出ちゃってるしね、名前が。あ、こういう感じね。魔法屋さん。あ、でもこれでもう全部だもんね。作っとくか。ナイトボディ。いや、全部作れちゃったよ。早く次次まだかな。今度こそ親便が帰ってきたらピクニックに連れて行ってもらうんだ。かわいいな。みんな大好きなんだね。マックスウェルさんはその昔、古代の機械の研究をミラーマの町で行っていたそうです。でも過酷な生活環境の中で親を失った子供たちを引き取ってこの村に移り住んできました。とてもお優しい方なのですが、みなしごたちを育てるのは大変なことです。それで二人の娘さんはこの村の子供たちの姉代わりとなっているのです。娘さんが二人。いやでも立派だね。すごいな、マックスウェルさん。まあ、いただくものはいただいてちょっと平気そうだね。さてさて、ない。結構やっぱ立派な家で、あ、下行ける。上は上も行けるね。どっちの部屋なんだろう、これ。どう思う？どっちもそんなね、殺風景っちゃ殺風景。どうだろうな。ちゃんとでも武器とかもあるね。お家に。下にいるかな、マックスウェルさん。あ、これそうかな？ある。体力アップル。ゴーレムのコントロール。おー、すごい本だ。ゴーレムは登録された専門の持ち主の呼びかけに反応して起動する。
遠隔操縦タイプの兵器である。また声だけでなく特定の周波数を発する楽器等によって自動操縦することも可能である。へえ。どっちだ、こっちっぽいな。私はニコラさんの元でアームの勉強させてもらってます。今では一発の弟子気取りです。あ、改造してくれるんだ、ここで。はいはい。あ、ここそういう武器はなかったね。1万5000か、払っちゃうかな。お、すごい強いな。200いった200。やばい、これ。え、また次いくらだろう。2万か、まだいけるか。さて、じゃあこの人がマックスウェルさん、これ名前出ちゃったけど多分ニコラ・マックスウェルですね。逆側に行った屋敷に住む男、私はニコラ・マックスウェル、しがない田舎のアームマイスターです。若い頃は6人の仲間と共に漂白いいのかな、師匠ゼペットラグナイトについて古代機械の研究に没頭したものです。君たちは、あ、めっちゃ驚いてるえ、ロディ・ラグナイト、君はゼペットじいさんのお孫さんかね。失礼、私たちは死を呼ぶ際に親しみを込めてゼペットじいさんと呼んでいたんだよ。ゼペットじいさんはお元気かい？最後に会ってからもう15年になるのかな。ロディはそれまでの旅を、ザクやセシリアと出会う以前の渡り鳥時代をゆっくりと語り始めた。ゼペットラグナイト、ずっと小さな頃どこの誰とも知れぬみなしごの自分を育ててくれた老渡り鳥。ロディはゼペットを実の祖父のように慕っていた。旅の中でゼペットは剣の扱いとアームに心を通わせる方法を教えてくれた。だがそれ以上に大切なこととして、ロディに誰かを守るための心、優しさを教えてくれたのだった。ある日、悲しい別れが訪れる。旅の途中で負った怪我によってゼペットは帰らぬ人となり、ロディは本当の意味で初めて天涯孤独の身となるのであった。ロディはゼペットの墓を彼の愛したファルガイアの空に一番近い場所に選ぶと一人旅立つのであった。そして今日に至る。のことだから老いてますますではと思ったのですが、残念です。それにしても君はすごいアームを持っているな。ちゃんと使いこなせているのかい。驚いたな。アームは持ち主とシンクロすることで効果を発揮する一種の魔導兵器だ。うちの娘も常人と比べると非常に高いシンクロ率を示すのだが、君には遠く及ばないよ。帰ってきちゃったたった今帰ってきたよパパ。あどうしてあんたたちがうちに来ているのよ。全この方たちとお知り合いなのかい。のんのんのん、たった今知り合いになったですかわいい何を慌てているんだい。あ、私上にいるからどうぞごゆっくり
ちょっと。ジェーンは優しくて思いやりのある私の自慢の娘です。ちょっと引っかかるな。ジェーンのおかげで私は孤児院の経営をやっていけるのです。全くよくできた娘ですよ。ここから南東に伸びる浅瀬を渡ると風の海のエピタフという塔があります。結局完成には至らなかったのですが、死と私たちはその塔にて飛空機械の研究をしていたのです。未完成となった装置や理論を皮肉ってエピタフ模型になぞられた成果、まさにガラクタだらけの塔となっています。でも今の君たちにとって役立つ道具もきっとあるはずです。行ってみるといいでしょう。何よりロディ君と出会う以前のゼペットじいさんが残した数少ない足跡があるからね。これが入り口の鍵です。変わっていますが、ちゃんと機能しますから。おぉ、ゼンマイのネジ。おぉ、面白いもの手に入れたね。ゼンマイのネジ。あ、古びたネジ。ゼペットじいさんの6人の弟子は世界各地でマイスターとなっているはずだ。みんなどこか変わり者で困った奴らだったが元気にしているだろうか。そう、今までの町にいた名前付きの人、アームマイスターたちはみんな、このゼペットじいさんの弟子なんですよね。あの、マシュとか、マシュしか覚えてない。マシュしか覚えてないけど、その各地の弟子たちがアームマイスターやってると。何回話しかけちゃうんだ。マクダレンもいる。ここマクダレンの部屋か。いつぞやはお嬢様のためにありがとうございました。こちらのご用事が済み次第ささやかなパーティーでもと準備を進めております。お嬢様も張り切っていますので楽しみにしていてください。やったー、パーティー。あ、ジェンの部屋わかるね。いなかった。わかんなかった。あ、いた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 。いるいるいる、かわいい。ちょっと私のパパに変なこと言わなかったでしょうね。私がカラミティジェーンって呼ばれているなんてパパに知られたらただじゃおかないからね。内緒だもんね。親瓶か、親瓶って呼ばれてる。よくできた子だよ、本当に。さて、というわけで行きましょうか。風の海のエピタフ、ちょっとセーブしよう。戻ってきたらパーティーだね。